ヒナリが怪我をした大丈夫 <laughs> 動くなあんたには休息が必要だ余談でこういう雷に撃たれた怪我を見たことがある安静が必要だ雷に撃たれたのかついさっき持ちこたえられなくなりそうな時に天気が突然おかしくなってな雷が狂ったかのように全員を攻撃してきて 敵も味方もお構いなしだったんだ幸いこっちは2人だけで動きも機敏だったから何とか大体は避けられたんだがファドゥイの方は人数が多いからこんな密度の雷に撃たれてかわいそうにでもおかげでみんな引いてくれたね平気さ僕のことより君の表情だ ちょっと、まずい事態みたいだね。ハイパシアのことはどうだった<あ>っ <laughs> おい、動くなっつっただろ。念のため、<laughs> ハイパシアのところで話の続きをしよう。 よかった彼女が無事で自分のことも心配しろよ僕の状況は僕が一番分かってるあ <laughs> 致命傷じゃないから大丈夫だ医学がわかる人と話すのは疲れるぜわかるよこういうタイプはすぐ強がるんだよな <laughs> 急に ごめん少し休ませて旅人話していいよお前らそんなこと話してたのかああいつにそんな考えがあったなんて「教令院の送信計画」ふざけた真似を。 何て言えばいいのか全くわからないぜこういうえっと志が高いやつって言うべきなのかどうせ私にあいつらのことは理解できない毎日気持ちよく過ごしてお酒と美味しい飯があって必要な時に仕事をして夜にぐっすり寝られたら私はそれで満足だしな <laughs> どうやら私はパルディス・ディアイに出入りしてる人間の中で一番夢がないやつみたいだぜそんなこと言わないでさっきの件にまだお礼を言ってない気にするなお安いご用だとはいえ少なくとも博士は確かに何かの用事があって慌ててスメールを離れたってことには確証が持てそうだ まさかファドゥイたちは残標に関する何らかの秘密を守るために口封じをしようとしてるのかさっき残標はハイパシアに自分の過去をのぞかれたって言ってたんだよなあいつの過去に何かあったのか気づいたか残標も博士の行為は不満なようだ。 博士が自分と対等な立場にいるとは思ってないみたいだしなじゃあもし博士が現れたらサンヒョウは雷で攻撃するのかこいつの話からすればそうするだろうさ博士がスメールから離れたことは私たちにとってもあいつにとってもいいことかもなつまりこの仕事については無事に終わったぜ 博士はこれからのことに干渉してこないんだからなこれで一件落着だなうん <laughs> 僕も嬉しいよティナリ協力に感謝するこっからはここでちゃんと休んどけよ <laughs> そうするよよしパルディス・ディアイの件はここまでだ 時間もちょうどいいし旅人、次はグランドバザールで落ち合おうぜこれからも目立たないように行動しろよ準備ができたら来てくれ君たちは計画に専念してよ。 ハイパシアのことは僕に任せてくれればいいからこの程度の傷あ,あ <laughs> ごめんやっぱりもう少し休ませて。 全員揃ったなどうだそれぞれの仕事はうまくいったのか順番に報告しよう俺から行くアーカーャ端末の改装は完了したそれに用意するべき道具も全て揃った次は私だ旅人とパルディスディアイに行ったんだが状況はちょっとややこしくなってなとにかくティナリを見つけることができたが あいにく彼が戦闘で怪我を負ってしまった誰の仕業だえっとその質問は何というか旅人ファドゥイかザンヒョウかどっちって答えるべきだ <laughs> そんなわけで問題も発生したが博士が船に乗ってスメールから離れるところは確認できた 大事な用事があってスネージナヤにすぐ戻らないといけないらしいぜだから博士を排除するって目標は無事クリアだそれにティナリはもう安静にしてるから心配いらないそうかそうだティナリからセノに伝言を預かってたんだ自分の見たこと聞いたことを信じるってさああ覚えておくよ 俺の方も順調だエルマイト旅団のメンバーたちは今頃すでに目的地に着いているはず不用意な行動で敵に気づかれないように旅団はしばらくその場に残るよくそれだけの人数のエルマイト旅団をスメールシティに連れ込めたなラフマン達の度胸と大胆な戦略のおかげだどうやら策が効いたようだなおめでとううんこれで終わりか なら解散しよう待てよこれで解散だってそうだがこういう時は士気を高めるために何か言うべきじゃないのか個人的な意見を求められるなら俺は家に帰りたい、はあ、アルハイゼンお前ってやつはたかああ もし何らかの一言を期待しているのなら、俺はあくまで計画を立てることの責任を持とうとしているだけで、リーダーをやろうとしてるわけではないから、適任者を探した方がいい。お前ら教霊院の学者たちは、よく喋れると思ってたけどな。一つ訂正したい。俺の肩書きは初期間だ。そりゃ分かってるさ。それでその意味は文字通り、会議での記録係で、 基本的に発言しない <laughs> まあいいセノも演説好きなタイプには見えないからここはあたしのご主人様に任せようかご主人様旅人のことさあたしたちの間には雇用関係が結ばれたんだぜ <laughs> その通りだてなわけでご主人様 何か言ってくれよ私のためだと思ってさおお早速士気を高めることを言ってみてくれあれみんな集まって何してるのあ、ニーローだこんにちは邪魔しちゃったかな全然これからあんたを探そうとしてたところだえへへ真剣な顔で集まって きっと何か大事なことを相談してるんだよねでもちらほら他の表情もあってまるで何か悪いことをやろうとしているみたい <laughs> 楽しそういいところに来てくれたなニーロ仲間になる気はないかえ仲間になるだ大事な議論に私も参加するってことそう 極めて大事なことだニーロ君のスケジュールにまだ空いている時間はあるかえ本当に誘ってるのわ <laughs> 私自分の耳を疑っちゃったあなたたちは私が知ってる中で一番大胆で心を躍らせてくれるスメール人だね スメール人じゃないけど同じくすごい旅人とパイモンヒヒ <laughs> そこなくっちゃ私正直に言うとちょっとだけ怖い気持ちがあるのでも暗くさなりデビ様のために私やってみたいもし私の力が役に立つならすごく幸せだもん自分を信じろ。うん明日 グランドバザールのみんなにも手伝ってもらえるようにお願いするようっかりしてバレるなよもちろん準備完了だなこれで解散していいか言いたいことは思いついたかご主人様そうだ計画は偉大だしオイラたちもすごいんだぞ 確かにその通りだ重要な行動の前夜良質な睡眠が取れるかどうかは勝敗に大きく関わる幸い最近うちには俺しかいないから静かだなえ何でもないじゃあオイラたちは帰って寝るぜ明日は早起きだからなうんじゃあちょっと早いけどここで行っても大丈夫かな みんな、おやすみいいと思うぞじゃあ、おやすみ